皆さんこんにちは。今回は統計学を学ぶ理由と目的についてお話をさせていただきます。まずその統計学がそのどういうところに必要になるかというところなんですけれども、その昨今ビッグデータって言われる時代があってですね、データがたくさんあるっていう状況はその非常にいろんなところで生まれてるんですね。で実際によくご相談を受けるところがですね、その昨今パソコンであるとかクラウドサービスっていうものが充実をしているので、そのデータがたくさんあるっていう現状はそのいろんなところで見かけるんですけれども、ただじゃあ実際にそれが活用できているかどうかっていうと、それを分析するためにはいわゆる統計学の知識が必要になってくるわけですね。で実際に行われているところではですね、そのデータはあるけれども実際には感覚で行ってたりとかで、そうすると、感覚による判断だと基本的に個人の能力とかスキルに依存してしまうっていうところがあるので、そういったものに頼らない判断ができるようにするためにはその統計学がまず必要になってきます。実際にその統計学を活用した人のうちの一人に、ナポレオンっていう人がいるんですけど、ナポレオン自体はご存知の方も多いのではないかと思うんですけれども、で、ナポレオンが進めたのはですね、このインフォグラフィックスっていうその統計学のその考え方の一つで、その出てきた情報を集めたデータをその可視化するっていう考え方です。でこちらのグラフを見てみてください。でこれは実際にナポレオン側の部下に作らせたグラフの一つなんですけれども、でこれはナポレオンがモスクワにロシアに侵攻していった時にその軍がどういうふうに消耗していったかっていうのをその表したグラフになります。で左のここからスタートをしてですね、ここから行軍が始まって、それぞれの場所でどれぐらい兵士が損耗していったかっていうものを記述してですね、で最終的にモスクワに到達した後に、でこの黒い線のところが帰りの道筋になるんですけども、でこれはその人数がそのどういうふうに減っていったかっていうところが分かるだけではなくて、でこの下を見ていただくと、実際にその航路を取った時のいわゆる気温が記録されてるんですね。なんでこれがそのほぼ全て氷点下になってるんですけど、なんでこうした形でそのいかにそのモスクワに侵攻していった時にその被害が大きかったか、でその過酷な旅だったかっていうものをその克明に記録したのがこのインフォグラフィックスグラフなんですね。でこうした形でそのナポレオン自身はですね、戦争で勝っているところも有名かもしれないですけど、こうした統計学を十分に活用してですね、でいろんなところに応用していったっていうところがあります。でその他いわゆるその統計学をその使うときにそのグラフを使ってその分かりやすく説明するっていうところが非常に重要でですね、で実際にナポレオンもこれはその戦争に帰った後にどれだけその重大な被害が起きたのかっていうものをその報告するための資料としてこれを利用しています。でこうした形でそのいわゆる国のリーダーシップを取っている人たちがグラフを使ってですね、統計学を活用していったっていうところがあるんですけど、では日本ではどうだったかっていうと、実際に日本で国勢調査って呼ばれる調査が始まったのはですね、福沢諭吉の時代なので明治維新の頃ですね。で実際に明治維新の時にその福沢諭吉がヨーロッパに視察に行ってですね、でいち早くその統計学の重要性っていうところに気づいて、そのいろんな人に説いて回ってですね、で最終的にはその教え子の一部の人たちが実際に政治家になって国勢調査を始めたっていう経緯なんですけど、で福沢諭吉自身がその統計学、誰に対して必要だったかっていうと、その国のリーダーだけではなくて、そのいろんな庶民に至るまで統計が重要であるってことを強調してるんですね。でそれどういうふうな説明の仕方をするかっていうとですね、そこはさすが福沢諭吉というところでですね、非常に分かりやすく、例えば餅屋の例に例えて、で実際にお餅を売って生計を立てている屋台の人が何を考えながら餅を売ってるかっていうと、普段その餅をたくさん売らないといけないっていうところがあるの で基本的にその餅屋の場合は在庫を作りすぎた場合、その当然売れ残ってしまうわけですね。でかといってその在庫が少なすぎると通りがかった人に対して売る機会を損してしまうっていう可能性があるので、このバランスを考えてあげる必要があるわけですね。でじゃあ実際に餅屋の人は何を考えながらそれをしているかっていうと、例えば天気が雨の時はその売れ行きは下がりますし、その晴れの時は売れ行きが良くなるっていった形に、天候であったりとかですね、それ以外のそのいろんな条件をその考えて、いろいろいわゆる経験則から天気や季節などからいくつ売れるかを推測予測していくっていうことを実際にやってるわけですよ。でこれをその個人でやらずに、じゃあ実際に雨の日だと何割ぐらいその売れ行きが悪くなるのか、で晴れの時は何割ぐらい売れ行きが良くなるのかっていったものが個人の経験に頼らずに統計的に分かればその非常に便利なわけですね。でそうしたところがその福沢諭吉が説いたその統計学の実用的な有効性っていうところになります。
で実際にその統計学がその必要になる場面のところをお話しするとですね、まあ、基本的に例えば提案をするときに、まあ、資料を作ったりとか、あ、今だとプレゼンテーションをしたりっていう形のところだと思うんですけど、でそこにあの必要な力というのがいくつかあってですね、でまず一つが、資料を分かりやすくまとめていく力っていうところが当然必要になってきます。でその場合はあの書く力であったりするので、まあ、資料を提出するときにですね、で分かりやすい資料をどうやって作るのか、その数字を使って、あるいはグラフを使ってっていった形がまず一つで、その次が、資料をうまく説明できる力っていうところがあるんですけど、でこれはその作った資料を見せながら話すときにいかにこの分かりやすく説明できるかっていう、その話す力もその実際には必要になってくるので、まあ、この両方が必要になってくるところではあるんですけど、というのもですね、例えばグラフなどを使って分かりやすくする理由っていうところが、いわゆるその人がそのどういうふうに情報を収集するかって言った時に、これその脳科学的にも正しいっていうふうに言われてるんですけど、で基本的に人間はいろんな情報のうちこの視覚が8割型になってるみたいなんですね。なんでその8割近くがその視覚によるものっていうところになるので、実際にその視覚による情報を与えてあげるって非常に重要なところになります。で例えばこの月次の売上表、これちょっと見てください。この月次の売上表はですね、この4月から12月まで、ABD って3つの商材からなるこういう売上の推移を見たときにですね、じゃあここから一言何がわかるかって考えたときに、これなかなか難しいと思うんですね。これなぜ難しいかっていうと、ただ数字が並んでるだけなので、じゃあこれをどうやって解釈すればいいかっていうところが難しいわけです。特にその日本人に顕著な傾向になるんですけど、日本人はその比較的データなどの数値をその耳で聞いて判断する能力っていうのがあまり得意ではないっていうのがこれ分かってるんですね。で実際に分かりやすいところで言うとですね、英語教育ってその日本人は中学校の頃から高校生まで、まあ、場合によっては大学までってその下手すれば60年近く勉強しているところではあるんですけど、実際に英語を普段話せてる人がどれだけいるかっていうと、実際にはそんなに多くないんですね。でその理由の一つが、その耳で聞いて覚えるっていうのがあんまり得意ではないっていうところがあるんです。でそうするとこれ実際にですね、英語に限らず、例えば会社の上司の方であったりとかで、お客様に関しても同じことが言えてですね、実際にそのヒアリングがそこまで得意ではないっていう傾向が強かったりするので、なんでこうした方とお話をするときにはですね、数字だけではなくて、その資料やこう報告資料に、可視化、グラフを使ってあげるっていうのがその有効な方法になります。でこれがその、まあ、いわゆる統計学をその分析をしていく上で重要なところになるんですけど、実際にですね、分析をする上でもう一つ重要な点があります。でこれがですね、情報収集の重要性になるんですけど、これはですね、例えば夜空には規則性がありそうだって大昔の人たちはですね、ビルも何もないところで空を見上げながら思ったわけなんですけど、で最終的にニュートンっていう人間がですね、これは非常に重要な発見をしてるんですけど、アイザック・ニュートンはご存知の方が多いと思うんですね。ニュートン方程式って呼ばれる物理の非常に重要な方程式を作ってですね、ニュートン物理学っていうのを確立した人です。ただですね、このティコブラーエ、こちら聞かれたことあります？ティコブラーエ自身はですね、非常に重要な働きをしたんですけど、知名度はそこまでないと思うんですよ。ご存じでない方も、初めて聞いた方も、もしかしたらいらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども。で、これがそのどういうふうに関係しているかっていうとですね、最終的にモデル化って言われるそのニュートン方程式っていうモデルを作ったのが、いわゆるアイザック・ニュートンっていう人になるんですけど、でこのニュートンが作ったニュートン方程式のその元になっているものはですね、このティコブラーエが作った資料になるんですね。これ夜空には規則性がありそうだっていうところの気づきから始めてですね、まずこのティコブラーエっていう人がその天体の動きとか星の動きを一日一日もう数年単位で本にまとめたのが始まりなんですね。でこの集めたデータをこのヨハネス・ケプラーっていう隣の人が実際にデータを整理をして、でそのガリレオ・ガリレイっていうのをその構造化してですね、ガリレオ・ガリレオというとその天動説地動説で非常に有名な名前を聞かれた方も多いと思うんですけど、でその構造化をした結果、このアイザック・ニュートンがそのニュートン方程式って呼ばれる数式でいわゆるモデル化をしたってところなんですね。いわゆる数式とモデルっていうのはその統計学や数学だとイコールほぼ同じイメージだと思ってもらうといいんですけど、なんでこのモデルを作るためにですね、必要なのはやっぱり情報なんですね。なんでその統計学でそのいい発見をしようと思ったら、その情報を集めるっていうところが非常に重要になってくるということになります。
で、以上で今回の内容を終了させていただきます。ありがとうございました。